どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエストで目覚めし5つの種族初見実況プレイ始めていきたいと思います。目覚めし5つの種族とかなっちゃうな。どうも。貴様なぜ生きてる。いや失礼した確か討伐隊に加わっていたものだな。他の連中とは一緒ではないのか。イット、お前が黒幕だと俺は知ってるぞ。イット、何の騒ぎだ。汚ねえなこの親父はよ。おお、お休みになられておりませんとお体に触りますぞ。わしに残された時間はわずかだ。この命尽きるまで国のために働きたいのよ。すごい良い王様じゃないですか。おこいつなという気高き精神、さすが我が主君と心に決めしお方よ。そつけ。もうよい、やめんか。それよりそなたは討伐隊に加わったものだな。どうした、無事魔物は討伐できたのか。なんだと、意識の間には魔物はおらず、代わりに一頭の部下たちが討伐隊を皆殺しにしただと。なんたるでたらめよ。おお、かような知れ者の言葉に耳を貸してはなりませぬ。なんと見下げ果てた卑怯者よ。おや、いい面構えをしておるからと討伐隊に入れたが、どうやらわしの目が曇っておったようだな。卑怯者めが。俺ら物から逃げ帰ってきただけなら許してやろうとも思ったが、一途に罪をなすりつけるとは。魔物がいなかっただの、我が腹心一途が討伐隊を殺させただの、馬鹿も休み休み言うがよい。まあそうだよな。良いのです、王よ。所詮は臆病者の浅はかな嘘、お気になさることはございません。それよりもそう興奮なさるとお体に触りますぞ。すまんな、イット。イットに免じ、貴様の罪は不問としてやる。だがその顔は二度と見たくないわ。旅人よ、早々に立ち去るがいい。再び我が前へ姿を現したなら、次こそ容赦せんぞ。というわけだ、旅の方、お引き取り願えませんかな。ああ、すいません、すいません。すいません、すいません。宅急便が来て。カットしてないと思うだろうけど、めんどくさくてね。ごめんね。あの者が戻ってきたということは、討伐隊の者たちもそろそろ任務を終えた頃かもしれませんな。わしも儀式の塔へ旅立つ準備をせねばならんな。こともあろうに、王の腹心であるイット様に罪をなすりつけるとはなんと見下げた。ごめんなさい、今すぐどうしようっていうの。ラグアスのとこ行ってみる。ちょっとどうしようかね。まあそうなるのは確実だったんだけど、あー難しいね。こっからどうすりゃいいのかな。ラグアス王子のとこ行ってみる一回。俺はみんなをっつって行くんじゃない王様。あ、王様止めに行きゃええとか、そんな感じかな。王妃の部屋行けんのかな。
まあいいか、とりあえずじゃあ外出てみるか。困ったねー、こりゃ困ったよ。まあ本当だよな、イットの言うことは信じるに決まっとるもんね。そりゃそうだよ、そりゃそうなのは分かってんだけど。あ、なんか出ろみたいな感じだね。待ってくれ。いやだよな、フォステイルだよな。君は嘘などついていないと僕にはわかる。君の力を貸してほしい。いいよ、貸してあげるよ。突然すまない。僕はフォステイル。君の名前は僕が当ててみせよう。君はレーンの村から来た。だが君が本当に生まれた場所はレーンの村とは違うようだ。なんでわかるんですか？僕はずっと昔から予知していた。いずれ大いなる災いに見舞われるとき、一人の旅人が現れこの国を救うだろうと。ありがとうございます。君も知っている通り、今プクランド大陸は魔性によって滅びようとしている。プーポッパン王は王家に伝わる儀式を行おうとしているが、儀式の間はすでに汚された。そうだね。結局すべては予知した通りか。そうとも、僕には未来が見える。王の儀式では国は救えない。それどころか、このまま儀式をやればプクランド大陸はさらなる災いに見舞われ滅びてしまうだろう。だが一つだけ国を救う方法が残されている。アルウェ王妃のノートだ。亡くなったアルウェ王妃が持っていたという何でも願いが叶う不思議なノートがあれば、魔性から国を守ることができるはずだ。頼む、君の力を貸してほしい。一緒にアルウェのノートを探してくれ。いいよ。あ、フォステイルパーティー変わるんだ。今行方不明だけど手がかりはある。アルウェ王妃はオルフェア地方西の南にあるリンクル地方の別荘で亡くなったそうだ。前日まで元気だったのに突然むごい死に方をしたと言われている。もしかしたらアルウェ王妃はノートに3つ目の願いを書いてしまったのかもしれないな。あ、君は知らなかったね。願いの叶うノートにはこんな恐ろしい言い伝えがあるんだ。ノートが叶える願いは一人につき3つ。ただし3つ目の願いを書いたとき、そのものは滅びるだろうと。おそらく王妃が亡くなった別荘に何らかの手がかりが隠されているはずだ。アルウェ王妃の別荘跡はリンクル地方にある大きな湖の近くだ。行こう。了解。何？お前見てたのか。まずいぞ。絶対魔物送られるやん。やば。あのジジイな。そうだったよな。やっぱり黒幕じゃん。思った通りですわ。さてじゃあその別荘とやらに行きますか。ルーラストーン、どこって32か。やっぱちょっと俺レベル高いのかな。まあいいか。リンクル地方って、あ、別荘前あんじゃん、あんじゃん。そうそう、俺さルーラストーンのさ位置をさちょくちょく記録してたのよ。なんか後々使えるかな思ってね。よかった、見つけたところはね記録してたんですよ。どうもー、ここか。さあ俺より、イット、俺より、俺たちより早く来れる。何？かつてこの館はメギストリース王とご家族が別荘として使っておられたのじゃ。殴られた王妃様はオルフェア出身でな、不思議な力を持っていたらしいのじゃが、そのせいで若くして亡くなられてしもた。まだ幼い王子様を残して亡くなられるとは本当に思いは。そうだね、ここ魔物出ないんだ。なんか出る感じだったからあんまり行かなかったんだけどね。黄金のかけら、でかい。小さなメダル、でかい。
マユに持たせるアクセサリー欲しいなと思ってんだよな。なんかあるかな。ノートだら。なに？え？不思議な扉。ほう。この扉光ってる。どうなってるんだ。まだ探索してないんですけど。なに？あなたは。アルウェ？かわいいじゃん。間違いない。あれは死んだはずのアルウェ王妃だ。一体何が起きているんだ。本当だね。行ってみよう。はい。どこなんだ。さっきまで僕たちはアルウェ王妃の別荘にいたはずだが、僕のリュートが消えていく。一体何がどうなってるんだ。これがラグアスか。なに、ラグアス、どうして泣いてるの。嫌いだから。ああ、そっか、さっき叱られてたもんね。僕が未来のこと、うちした未来のことをお父さんに言ったら、二度と予知なんかするなって。ラグアスってば、予知ったりとか私にそっくりポンなのね。お揃いで可愛い。僕、お父さんが怪我するのとかわかるから教えてあげたいけど、お父さんに嫌われてるから言えない。僕もう言わない。お父さん怖いもん。もうお父さんとおしゃべりしない。お父さんラグアスのこと嫌いじゃないと思うよ。すぐプンプンしちゃうだけで。それよりお母さん、お話聞かせて。英雄フォステイルのお話がいい。いつも聞かせてくれるでしょ。ねえねえラグアス、お母さんの宝物欲しくない。お母さんの宝物。そう、ラグアスがお母さんと約束してくれたら、とっときの宝物あげちゃう。僕、約束する。じゃあこれからは人に伝えたいことは、フォステイルみたいにちゃんとまっすぐ目を見て大きい声で言うの。ほら、お話に出てくるフォステイルってば、どんな怖い人や初めて会う人とも平気で喋るでしょ。あんな風にラグアスもなってくれるなら、とっときの宝物あげてもいいのよ。フォステイルみたいに。
が元気に大きくなって約束をちゃんと守ってくれる子になったら、お母さんの宝物あげちゃうね。今じゃないの？今はまだダメ。お母さんの宝物、願いの叶うノートは、いつか私が死んだらあなたにあげる。お母さん？なんでもない。ラガースが持ってんの？じゃあノートのお願い、最後になっちゃった。でも大丈夫、怖くない、怖くない。さあ、ちゃちゃっと書いちゃおっと。あとはお兄ちゃんが何とかしてくれるもん。ごめんね、ラグアス。お父さんともお別れね。ごめんなさい。先に行って待ってるね。今のはこの館で過去に起きたことなのか。僕はアルウェ王妃に一体何が起きてるんだ。アルウェ王妃、僕のリュートだ。どうして僕の楽器をあなたが。教えてください、アルウェ王妃。わからな、どういうこと？元の世界へ戻ってきた。何が何だかわからないが、王妃は三つ目の願いをノートに書き、言い伝え通りに亡くなったのだろう。もしあの幻が実際にあった出来事なら、今のノートの所有者はアルウェ王妃の息子、ラグアス王子のはずだ。行ってみよう。この国を救うためにメギストリスの城にいるラグアス王子からノートの力を借りるんだ。なるほどね。では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。